数のフラッシュがたかれて、どうもありがとうございます。まさに感じでながら今まずいった第2回の進みいや本当にあのね、有言実行の選手ですね、本当にアジアカップを取りたいという思いが、まあ、そしていろんなあの招集にあたってはありましたけれども、でもあのヨーロッパのね来れなかった選手たちも思いをみんなに伝えて、まあ、そういう意味では本当にこうきつい戦いではあったんですけども、その踏ん張りがねできたのもやはりあのなでしこのね、まあ、歴史が、まあ、そういったものをまた気づくんだという思いがね、勝ち取った選手だと思いますね。新しいメンバーも多かったりと、日程的にもまた気候的にもすごく厳しい中でチーム一丸となって、最後には優勝というものを勝ち取ることができた充実した期間だったと思います。これで連覇を狙える来年のワールドカップに向けての出場権を獲得しました。そこに向けてというのは今大会を通じてどのようなことを思いますか？遠くの目標はあまり立ててなくて、出場権獲得とこのアジアカップを取るってことしか考えてなかったので、ワールドカップへというのはまたこれから、チームに戻って日々精進してそこから見てくるものかなと思います。